今日仙台市役所を訪れたベガルタ仙台の森山義郎新監督、小笠氏長とは初対面です。ユアテックスタジアム仙台の印象を尋ねられた森山新監督は、これまで以上の期待が、ね、寄せらこう指示が通らないくらいこうサポーターのね、関心 <laughs> がすごいということで、日本でも有数のその熱狂度というかね。 昨シーズンは16位と悔しい結果に終わったベガルタ仙台森山新監督はプレッシャーも力に変えて勝ちをプレゼントしたいと決意を語り新たなチームスローガンパッション限界を超えろを掲げたパネルを小売市長に送りました。市民全体のの期待みたたいいいいいななな代表していただいてだだこれは本当にやらとぞうう 本当気が引き締まる思いでした今年こそ J1 復帰へ、地元の大きな期待を背負いながら、今月15日にはキャンプ地の沖縄に出発します。